皆さんこんにちは。皆さんは PB&J を覚えていますか？覚えてるよ。ピーナッツバターがめちゃくちゃまずかった大失敗企画でしょ。そうなんです。あの大成功に終わった PB&J 企画ですが一つだけやり残したことがありましたよね。ない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 、やりきった。そうなんです。結局ジェリーって何なんじゃっていう疑問がまだ残ってますよね。残ってないよ。だって日本に売ってないでしょあれ。そうなんです。私めが個人輸入でゲットしてきました。 TB&J 最終章始まります。で、ジェリー、うん、で、こっちはジャム。はい、ジャム。スマッカーズのジャムとジェリーです。はい。でさ、注目してほしいのは、うん、グレープなんだよね。ああ、わかる？え、何がグレープです。普通さ、普通こういうのだとね、ブルーベリーじゃん。あ、ブルーベリージャムって言うね。うん、ブルーベリーじゃないんだよ。グレープとブルーベリーって違うん？ブドウとブルーベリーはよくわかんないけど、ああ、ブドウのジャムって結構珍しいんだよ。あ、ブドウジャムってあんま言わないかもね。でしょ。確かに。だいたいこの系のを探すとブルーベリーなんだよね。で、1個だけね、うん、イオンで見つけたんだけどね、ちょっとこれはね、ブドウなんだよね。本当だ、うん、フレンチグレープって書いてある。まずね、ブドウのジャムがね、もう珍しいからね、見かけたらぜひお買い求めになった方がよろしくてよ。じゃあ本編いくよ。はい。このジャムとジェリーもまず開けてね、見せてあげるからさ。パンがあるじゃん。うん、ジャムからだけど、うん、塗るの、うん、はいはい、塗るジャムなわけよ。こんな感じ、ジャムね、うん、ジャムジャム、はい、ジャム OK。 はい、こんな感じなのよ。はいよ。へーって感じじゃん。うん、問題のジェリー。問題の、うん、ほら、わかる。わかる。なんかゼリー、ゼリーなんだよ。ほら、ジェリーってそういうこと。ゼリーってことなの。うん、これなん映る、どうなの。こっちとかいけるかな。え、とかとったけど大層透き通っていますね。それ何、果肉は入ってんの。全然入ってない。だからさ、ゼリーって言うだけあってさ、うん、ゼリーなんだよね。あ、ゼリーってそれから来てんのかね。ね、ジャム、うん、こうなんか取れるかな、この果肉感が入ってんのよ、この粒とか、うん、ズームにしましょう、うん、見えるこれ、ほら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 、果肉感粒粒、わかるわかる、うん、ほら粒粒粒たんじゃん、うん、こっち伸ばすよ、うん、塗れないんだよ、このあゼリーだね。何も入ってない、ほら。なんかさ、ジュースを固めたんじゃねえのかっていう、あ、そういう感じだね、感覚。ブドウジュースにゼラチンか、ね、じゃあ食ってみるよ。うん、うん、ジャムだけど、うん、ブドウのね、ちょっとね、若干酸っぱめぐらいな感じ。うん、でこっち行くよ。うん、うん、苦酸っぱい。はあ、食べる？いや、うん、いいよ、大丈夫。いい？うん、でさ、じゃあこれ何なんだよと思って、はあ、今日は
ある準備をしています。ほう、あのね、うん、ぶどうジュースあんじゃん、うん、よくあんじゃん、このドール、ドールのね、ドールのぶどうジュース、うん、を固めたの、うん、なるほどね、ジェリーを自分で作ってみようっていうことね。あ、そう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 。で、ペクチン、はい、もうちょっとコーナーに売ってたから試しにやってみて、ほう、これなんか近いのないのかなっていうのを、今から探ります。なるほどね。では何からいくかな。寒天からいこうか。なんか一番違うなと思った。ほう。いくよ。こんな感じ。ちょっと置いて。あ、なるほどね。違うね。なんか色はいちごジャムみたいだけどね。寒天。うん。ってなんだ。じゃあそれは食べてみたい。食べてみたい。ちょっとマスターの食レポあんまり当てにならない。オッケー。ああ、美味しくないね。すげえボソボソする。あ、そうなんだ。全然滑らかじゃない。ちょっと待って、これジェリーも食ってる。ジェリーも食ってる。これに合う、なんか近い食感を流すから。わかった。わかった。次。あ、ジェリーなんか木いちごみたいな、なんかアガーアガーアガー、ちょっとゆるさとかはまあいろいろあるからさ、これ勘弁してよ。そう、アガー、はい、なんかツヤっとした感じはちょっと見た目はちょっと近くなった気がする。いえねえ、ペクチンってまあ普通ジュースをやったりしないんだけど、ペクチンでほら果肉をジャムにするみたいな、うん、素材だから、まあ、ちょっと意味合いは違うんだけど、もしかしてあのなんかドロドロ感をなんか持ってき、あれペクチンね、これ、うん、はい、ただジュースをペクチンに固めただけ、うん、ちょっとなんでペクチンでそんなことするのと思うかもしれないけど、ちょっとやってみたかった。ペクチンね、はい、でゼラチンいくよ、ゼラチン、うん、あゴロンゴロンゴロン、そんなプリンプリンしてます。すごいゼリー感、すごいね。まあゼリー作るやつだけど、さあ、はい、食ってよ。ゼラチン、ゼラチン、アガー、はい、ペクチン、寒天、これなんだっけ、アガー、味に関しては、食感、食感ね、うん、オッケーオッケー、ペクチンは緩すぎる、うん、違うね、うん、違う、で、寒天も違う、寒天も全然違う、ボロボロする、ボロボロする、うん、全然美味しくない、うん、で、アガーとペクチンじゃねえ、ゼラチンがいい勝負、いい勝負だ。そこなんかあんまり大差ない気がするな、うん、気持ちゼラチンの方が硬い感じがするね。ゼラチンの方が近い感じがする、硬い、硬い、うん、でもそこまでジェリー硬くない気がするんだけど、ってなるとアガーが一番近いのかな、うん、ジェリー、うん、映ってないよ。ジェリー、うん、はいはいはい、あ、でもここら辺だね、やっぱり本当に、あー色合いそうね、ネチッと感は、ゼラチンよりも、ん？迷宮入りだ。嘘でしょ。え、2択くらいまで絞ったの迷宮入りしちゃうの？ちょっと食べてよ。え？食べなくてもいいよ、大丈夫だよ。このさ、なんかネチッとしてんのがお菓子みたい。うん、そうだね、お菓子みたいな甘さ、うん、あ、
どうすればよかったのか、ジュースになったの。でもなんだろうな、ゼラチンほど硬くなくない、ゼラチンもうちょっと少なくして固めたらいい感じになるんじゃない。ねちっとねちっとグミになっちゃう。もうちょっと少なくするの、ゼラチン濃くするんだっけ。濃くしたらもっとねちっとして甘いよ。ゼラチンそれ硬すぎない。これがジェリー、ね、ジェリー。このネチッと感覚えて、口入れて、はい、覚えた。うん、で、ゼラチン、うん、はい、ここで、はい、映ってますか。ピントが合わない、ピント合わない。うん、アガーもいく。うん、これがアガー。あ、アガーをもっと硬くすればいいのか。うん、そうだね、アガー緩いね。アガーこんな感じです。アガーの方はゼラチンよりなんか緩い。緩い、うん、だから、うん、ゼラチンをアガーだったらそこそこ多めに入れて、ね、ちょっと固め、うん、ゼラチンだったらもうちょっと固めくらいで近づく気がする。うんうん、あと加糖した方が甘く。そうだね、なんかアメリカンな感じがする、うん、ジェリーのこの甘さ。うん、アガーね、すげえよ、事件現場みたいになってる銀色のまあでもさ、やっぱゼリーだよね、本当にこれは。そうだね、ゼリーだね。なんか収集がつかなくなってきた。そうね、じゃあ本丸だよ綺麗に片付いたね。そう、とちらかってたから、ね、そうなんですよ。本丸はね、じゃあジェリーを挟んでピーナッツバターやると美味しいのかどうかね。はい、生ではさ、適当に買ってきたさ、そこらのジャムでさやったわけじゃん今日は本物だで、本物だで本物だでどこの人だよ。ジェリー行きます。はい、こっちか。いや、この企画絶対美味しくないと思うんだよな。前美味しくなかったもん。じゃん、ジェリーでしょ。これジェリーです何がジャムなんだよ。じゃん、ジェリーを塗ってるって想像してもらうとさ、うん、分かると思うんだけど、すごい塗りにくい。そうだね、潰れないもん、伸びないでしょ。うん、まさにそんな感じナイスアシストだと思わんかね。ナイスアシストじゃん、はい、で、ビビでね先般PB って皆さんピーナッツバターのことだし何ですか。じゃあ多いんじゃないのそんな厚塗りするとまた前みたいに美味しくなくなっちゃう。じゃん、ジャムじゃないだろそれあ、じゃんってじゃんって言うね。あ、さっきもじゃんって言ったんだ。そう、ジェリー塗ったくってジャムとか言うから意味わかんねえ。じゃんって言ったんだけど、まあいいやと思ったんだけど、じゃんって言ったのかじゃない、はい、でじゃあ挟むよ。はい、こんな感じ。うん、じゃあアメリカの、はい、小学校、中学生、小学生はこれをさ、お母さんが作ってくれるわけだよね、うん、で早く支度しなさいなんて時にこうやってやって、これを始まったジップロック、はい、入れてさ、はい、で入れてさ、うん、で
まあ、リンゴも1個ぐらい持っていくわけよ。リンゴ、まあ、リンゴとさ、うん、あとはよく映画で見るのはこうやってさ、なんか入れたりしてさ、うん、で、あとジュースだよね。じゃあこんな感じでさ、どうりって最後にさ、ここ映ってる、こっちまで映ってるよ。こう紙袋に、うん、PB&J とさ、うん、リンゴと、うん、でポテチとさ、でジュースさ入れてこうやってやった。でこうやってあの今あんのかしないけど黄色いバスに乗って通学するわけよ。そう、はい、待って、で、あーじゃあ学校始まった、あー授業かったるいなーって、じゃあお昼になりました、うん、じゃあ、お昼ご飯食べようって、我々はさお弁当か給食じゃん、うん、向こうはやっぱこんな感じなわけよ。あ、今日はなんだろうな、お母さん何作ってくれたのかなーって言うと、うわーポテチねーって、あーグレープジュースと、あ、リンゴね、うん、健康にいいよね。あ、大好きな PB&J だ。今日は何味かな。あ、ブドウだーってなるわけよ。で、じゃあいよいよ出てきましたってさ、今ちょっとほら、我々二人だからさ、半分するよ。で俺も食べんのそれ。食べるよ、それでほら、うげーって言って終わりにしようよ。それ言っちゃっていいの？どっちがいい？こっちが綺麗か。うん、じゃあそれをもらおう。はい、じゃあ、気の利いたコメント。まさ、気の利いたコメント言えないからね。いただきます。本当、僕ね。うまいね。お、前回まずかったのピーナッツバター塗りすぎだと思うんだよね、やっぱあれは反省してますね。うん、いや、うまいでしょ。意外とうまい。これはさ、だから工程のさ、芝生とかでさ、なんか食べたりするわけよ。あおー、うめえ。やっぱ本物は違うね。なんで日本にはこれ広がんないのかね。なんだろうね、うん、日本人って果肉感が多い方が好きじゃない、うんうんうん、なんか何でもかんでも、うん、味噌汁でもジャムとかそういうのでもなんかゴロッと入ってる方が好きだよ、うん、日本人。ああ、意外とうまいわ、うん、意外とね、意外とね、うん、以上日本 PB&J 普及委員会委員長がお届けしました。次回もよろしくお願いします。次回ないだろう。ないだろう。